市原エイジの花万歳。今日は小さな庭にイングリッシュガーデンをしたいっていうお客さんの要望から、イングリッシュガーデンのミニチュア版にチャレンジしまーす。いやー、今日はね、イングリッシュガーデンのね、ミニチュア版にチャレンジしたいっていうね、要望でね。いやー、やっぱりね、イングリッシュガーデンといえばこのロベリアだったんだけど、ロベリアがちょっと今切らしてまして、まあただね、タッチはこのブルー&ホワイト薄紫、こういうタッチでね、今日は行きたいと思います。そしてね、やっぱりちょっと元気が出る、父の日も近くなってきたんで、まずは第一弾、このルドベッキアのアマリロゴールドを紹介したいと思います。これはですね、アメリカでナンバーワンのゴールドメダルを取りました。素晴らしいルドベッキア。実際にはね、これもう手のひらぐらいの花の大きさです。暑さにめちゃくちゃ強いみたいですね。で、実際置いてみたら葉っぱも強健でした。素晴らしいね。いやー、これを使おうかなと思ってたんだけど、ところがね、ブルーと、淡いタッチでやってと言われました。まずはね、イングリッシュガーデンのお手本となるこういったモナルダ。そして、シルバーリーフな綺麗なガザニアビースト。それから PW 史上最高傑作と言われているユーフォルビアダイヤモンドスター。このカスミソウみたいに綺麗な。それからアンゲロニアエンジェルフェイスウェッジウッドブルー。これも綺麗ですね。それからバラザキインパッチェンス。これも綺麗な。新ジェンダーのシルエットシリーズ。いやー、これはほんと綺麗。日陰で大丈夫。それからやっぱり大塩さんですね。このモンローボークの、シリーズですね。それからジュリエットローズのシリーズと、ペチニアもね、大塩さんのペチニアを使えばものすごい綺麗なんじゃないかなと思います。このシルキーラテ綺麗な。それから千日紅のラスベガスミックス、これもね、なんか淡いタッチでいいかなと思いました。それからですね、この、ジニアの少林系。それからソラナム、これも綺麗な。金景菊、最新品種です。色が変わってますよね。この金景菊を使おうかなとか、いろいろちょっと考えてみました。いやー、金景菊はね、一度植えたら一生もんやからな、はい、いやー、ぜひ、使いたい一品だった。今日はですね、イングリッシュテイストの、お庭をスモールガーデン作りたいということで依頼されました。こういう感じですね。まずはね、こちらアンゲロニア、ウェッジウッドですね。この大輪アンゲロニア、それと反対サイドこのサリーファン、ブルーサルビアのサリーファン、そして違うテイストのこのサルビア、これもね、少林系で可愛いです。アフリカンスカイ、これでバッグは完成しました。そしてこのベルガモットを中間に入れます。そして千日紅の、この淡いタッチの、千日紅、そしてこれですね、少し柔らかいタッチのダイヤモンドスターを入れました。 PW 史上最高傑作と言われているこの、ダイヤモンドスター、やっぱり綺麗ですね。そして前はやっぱりシルキーラテですね。大塩さんのこの淡いタッチのイエロークリームの、ペチニア、そしてジュリエットシリーズの最高傑作と言われているモダンローズ、これも綺麗ですね。そして、やっぱりね、黄色のペチニアの前に黄金カズラ、黄金カズラを入れるとこの黄色のグラデーションで非常に綺麗に見えるんじゃないかなと思います。そしてね、葉物もね、少しヤブランの黄金色のものを少し入れましょう。そうすると、スモールガーデンのアクセントになるんじゃないかなと思います。そして、何か足りないなと思ったのでこれを入れました。やっぱり PW ですね。ガザニアビースト、シルバーフォックス、こんな感じで、ちょっとね、やってみました。この後ね、この小さな庭、スモールガーデンがどないなるかまた追っかけてみたいと思います。こんな感じでね、今日はね、買っていただきました。これがね、どういう風になるか楽しみですね。はい、それではね、あとはね、こちらですね、白いバニラスカイの、
ジュランタ宝塚の城、そして、インパチェンス、バラザキインパチェンス、そしてこの城ばっかりであったらちょっとあれかなと思ったんで、トラディスカンチアの紫を入れました。こんな感じでね、もう一つの小さな庭にはこんな感じで植えてもらおうかなと思いました。はい、全体的にはねこんな感じ、スモールガーデンどんな風になるのか楽しみです。スモールイングリッシュガーデンです。それではね、最後にルドベキアアマリロゴールドとアジサイを見ながら今日はお別れしたいと思います。やっぱりね、紫と黄色反対色を上手に使えばこんなに綺麗になるんじゃないかと思いました。やっぱりね、あの色はこあの濃い薄いありますが、淡いタッチの黄色と薄いブルーを合わせれば素晴らしいねイングリッシュガーデンの色目になるんじゃないかと思います。こういった形でね、あの今ね6月はね6のつく日はアジサイの日なんでね、ぜひ6月の6日16、26日アジサイを買ってください。ブルーとイエローを参考に してください。それではスモールイングリッシュガーデンを見ながらお別れします。本日のご視聴ありがとうございました。